ひ川上流と、千通山奥出雲町ひ川は、島根県東部及び、鳥取県西部を流れる一級水系ひ川の、本流。古時期にも、小江川として記述が見られる。島根県に多群奥出雲町の船、通り山を源流とし、出雲平野から、新寺湖へと流れ、新寺湖から大橋川、中海、境水道を経て、鳥取県境港市と島根県松江市の境界から、 日本海に注ぐ。ひい川は上流部、中流部、下流部、湖部に分けられる。ひい川本川は天井側であり、日本における代表的な天井側として知られる。ひい川本川川口部から堺水道までは川床勾配も小さくなり、水位差もほとんどない。ひい川は水防警報河川であり、ひい川本川は洪水を放河川。 湖部は水位周知河川に指定されている。なお、島根県伊江郡伊伊南町の女、亀山を源流とする神戸川も、ひい川水系に属する。ひい川と神戸川とは、出雲平野に建設されたひい川放水路で結ばれている。古くは、小江川、火の川などと呼ばれた。出雲国風土器大原郡ひい里の城に、 トイやビコいノちがここに住んだのでトいというとの記載があり、出雲、放棄量国境の鳥上山付近を源とし、出雲国を流れるのが、ヒー川、ワ、放国を流れるのが、日の川とする説がある。山田のオロチが住む、日の川は、この日川でなく、鳥取県の日の川だという説もある。古くから、たびたび洪水が起こっており、これが、 山田大,大蛇伝説の元になったという説もある。洪水の原因は、日川の上流が風化しやすい、河口岩質の地域を貫流し、そうした風化物が大量に流れ込んだからであるが、その他の原因として、製鉄の存在がある。古くから山陰地方の山側では、砂鉄の採取が盛んであり、日川の上流もそうであった。初期の採鉄では、 自然に集まった砂鉄を取るだけの小規模なものであったが、江戸時代中期から、神ナ流しと呼ばれる手法が活発に用いられるようになった。この手法は、花崗岩風化堆積物からなる土砂を段階的に問いに流し、鉄とその他の岩石の比重の違いを利用して、鉄を選別する、比重線工法である。 この方法が積極的に用いられることによって人為的な土砂の流入が爆発的に増大した。洪水はたびたび川の流れを変え、その都度流域の住民を苦しめた。近世になると川の流れを人工的に変えるようになり、その中でも一番規模の大きい川違いは、関永12年の洪水の際に行われたものである。この工事によって、それまで三角水湖を通じて、 日本海に注いでいた日川を完全に東向きさせ、新事故に注ぐようにした。ありがとうございます。